フィットクロスターオフロードもいけるホンダのコンパクトカーの代表モデルといえばフィットです。初代モデルは2001年に登場。ホンダ独自のセンタータンクレイアウトを採用したことにより、広々とした室内空間を実現しつつ、スタイリッシュなデザインなどが好評となりました。 現行モデルは4代目で2020年に発売。視界や乗り心地、座り心地、使い心地など、4つの心地良さを高め、内外装を一新しました。2022年10月のマイナーチェンジでは、スポーティーな RS が追加され、バリエーション豊かなモデルとなっています。そんなフィットに SUV テイストを加えたモデルが、 クロスターです。フィットのラインナップの中で最もキャラが立っていると言えるクロスターですが、一体どのような特徴があるのでしょうか。2019年の東京モーターショーでお披露目となった現行モデルのフィットは、実際の販売は翌年2020年2月にスタートしました。その時登場したフィットは5つ。基本となるベーシック、 質感の高さとリラックスできる空間を目指したホームフィットネススポーツを思わせるファッショナブルなネス高級感にこだわったリュクスそして SUV テイストのクロスターです SUV テイストのクロスターは他のフィットに比べて大きくエクステリアデザインが異なっています専用のガーニッシュ類が装備され ボディーカブがブラックアウト化されたことでタフな印象になっているほか、ルーフレールなどアウトドアシーンでも映えそうな装備が備わっており見た目からして普通のフィットとは異なる雰囲気ですまたグリルレスデザインが基本のフィットでありながらこのクロスターにはグリルがデザインされているのも他とは大きく異なる点でしょう そんな独自のエクステリアデザインもあってか、他のフィットが全幅 1695mm であるのに対して、クロスターの全幅は 1725mm と、フィットファミリーの中でも唯一の3ナンバー車両となっています。一方で、SUV テイストと歌うクロスターですが、特別オフロードに強い装備が備わっているわけではありません。 ただし、最低地上高は FF 車の場合、他のフィットが 135mm なのに対してクロスターは 160mm と高められていて、アクロ走波性は若干上がっていると言えるでしょう。なお 4WD の場合、他のフィットは 150mm なのに対しクロスターは、 155mm とわずか 5mm ですが高い仕様となっています。また、タイヤは扁平率の高いものが専用装着されたことでタイヤの厚みが増し、乗り味はよりマイルドなものになっていると言えるでしょう。インテリアに目を向けると、専用装備として、撥水仕様のファブリックが使用されたプライムスムースとのコンビシートが採用されており、 これはアアウトドアシーンなどで役立つ装備だと言えます本格的な SUV にはかなわないもののアウトドアへ出かけることが多い人にとってあるとうれしいという装備がフィットクロスターには施されています独自の装備に魅力を感じたならばありな選択肢と言えるでしょう